皆さんこんにちは、あやくふるです。今日はこんな感じでリップを DIY したいと思います。用意するのはチューリップというリップになります。こんな感じで唇の形になっています。ちょっと開けてみたいと思います。バリバリバリっと、こんな感じで唇の形が出ています。中身はどうなってるかというと、普通の白いいい匂いのするリップバームです。はい、これを切っていきます。中身を開けてザクザクザクっとザクッと、できる限りヘラで綺麗に取るのがポイントです。こんな感じで取れました。中に詰まってるものは使えないので、爪楊枝とか細いもので奥に押しやります。ちょっとお湯につけて柔らかくします。なぜかっていうと、この部分を押してこのパーツを取り外したいからです。はい、で蓋の部分にこうやって蓋をつけて入れます。でここに、はい、リップを入れていきます。準備するのはなんとクレヨン、クレオラというクレヨンのメーカーを選びました。リップバームを湯煎していきます。こんな感じで先にリップを溶かしたらクレヨンを入れます。割とすぐ早く溶けるような感じになります。全部溶けたら容器に入れます。この状態で冷凍庫に15分間ぐらい入れます。出来上がりました。こんな感じで固まっております。上の方の溝に合わせてパチッと押さえ込みます。割と力がいるのですが、パチンと入れる感じです。そして合わせて開けば、逆側についてなんと緑のリップバームができました。可愛い DIY、 ぜひ試してください。あやくふるでした。バイバーイ。